ディディエビ・ウルカルテは、スイスの政治家。2014年の連邦大統領である。2009年9月16日に連邦参事会員に選出され、同年11月1日にパスカルク・シュパンの公認の内務担当となり2017年まで務めた。2012年から2017年までは外務担当を務めている。自由民主党所属。オーストリア人と結婚しており、 三人の子供がいる。ヌーシャテル出身。ヌーシャテル大学で経済学を専攻した。1985年に旧新民主党に入党し、1990年から2001年までヌーシャテル衆議会議員を、2003年から2007年まで国民議会議員を務めた。2007年11月11日、同州から全衆議会議員に選出された。その時、 社会民主党所属のジセール・オーリ議員は再選されに決めをスタートさせたが、同じく社会民主党のピエール・ボノーツ議員は落選した。選挙で、ビュルカルテは自由民主党のほか、自由党と国民党の支持も取り付けた。2012年より外務担当。2013年、ビュルカルテはウェリ・マウラー大統領の下で連邦副大統領を務め、 翌年の大統領に選出されることが確実となった。2000年代に入って、連邦参事会員の交代が相次いだため、ビュルカルテは、当時、大統領になったことのない参事の中では、最も長く在任していた。2013年12月4日、連邦議会は、有効投票数222のうち183秒で、ビュルカルテを2014年のスイス連邦大統領に選出した。 2014年1月1日、ビュルカルテは、スイス連邦大統領に着任した。大統領として、ビュルカルテは、参事会を取り仕切り、他の民主主義諸国では、国家元首が担う、国家の代表としての職務を遂行する。彼はまた、スイスで最高の公職にあるため、非常事態の際には、参事会全体の代理として行動する権力を持つ。しかしもっぱら、 大統領は単に市民の中の第一人者であり、他の参次会員を上回る権力は持たない。2014年2月に来日し、岸田文雄外務大臣と会談を行った。同年は日本とスイスの国交樹立150周年にあたる。2017年10月31日をもって外務担当を退任。ありがとうございます。